読売二つの玉筋。おはようございます。本日ですね、今急ぎでやっております、はいはい、大鍋つねがゲストで来るということで、実は1週間前から大鍋つねに10個のドッキリを仕掛けるという企画を我々で用意しまして、うんうん、今大鍋つねにはちょっと理由つけてコンビニ行ってもらってるんで、うん、今から2分ぐらいでバッと説明して、説明します、ね、ゲストとして来て普通に楽しみたいと思うんで、はい、先にねどんなドッキリかこちら画像をご覧ください。はい、はい、レベル1から10までありまして、はい、レベル1もうやりました。これトイレに大鍋つね様の楽屋、はい、これスタッフさんに協力のもとやってもらいました。めちゃくちゃおもろかったね。レベル2、これ、うん、アーノルド・シャツネッカーで振りが来たらね、うん、みんなアイルビバック、今までヤカベだけだったけど、うん、全員がやるようになっている、はい、レベル3、うん、今からあれしんのすけ、ニンニクチューブを一気飲みします、はい、じゃあもうこの場でやっちゃいましょうか、はい、ちょっとじゃあこっちの画面に戻していただきまして、はい、さっきまで楽屋で普通の口調に言われたあれしんのすけが、はい、今から一気お願いします、はい、あーうわー、はい、大丈夫？大丈夫ですか？体調に問題が…これで完全にニンニク臭くなります、うん、じゃあこれは隠し…くっせ隠しました。はい、そして、レベル4、レベル4が、確認します。レベル4、坂友の挨拶の返答がゲップ。これこんばんはに対してみんなこんばんはって言ったらゲップをします、うん、後ろでやりますね、うん、レベル5、あれしんのすけ、廊下の末、メンバーの名前がちょっとつっかえてしまうと、うん、ガタオカワみたいな感じですね、うんうん、レベル6、坂友の一人称がオイラ。これが楽屋でちょっとバレて、たけしさんかって言われてました、うん、レベル7、ブーメーターがいつの間にか3000超えてるということで、うん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 、1000増やしましょうかね、うん、3000超えてる、それに気づくかどうか。1300だったのが3000超えてますから、うん、レベル8、坂友と古川さんが同じブレスレットをつけてる、うん、スタッフの古川さんと坂友が全く同じブレスレットで、ここで紙の受け渡しするときにここの同じブレスレット同士が触れ合うということですね、うん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 、レベル9、アズールで書かされた誓約書が偽物。これアズールでちょっとね、どんな誓約書かちょっと確認しながら、そして最後レベル10、あさってですね、安楽と合コン行く約束をしてるんですよ、矢壁が、うんうんうん、これ全部嘘ということですねさあ説明 OK ということで、じゃあ坂友もう LINE してもらって大丈夫です、今から、安楽に LINE をして、矢壁と安楽が戻ってくる、うん、飲み込みました、うん、これやばい、吐いちゃう、大丈夫ですか、飲み込める、うん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 、いや無理せず、もう口臭くなれば十分だから帰ってきます。もう臭っ臭っ臭っ、ナミさんが、あ、来ました来ました、ありがとうありがとうね、ナミさんが、あ、流し臭い、本当に臭っ。でも今行ったらトイレになっちゃうかもしれないから、トイレというかヤカベの楽屋ね、うんうん、一回水流し込み、うんうんうん、くっさ、はいはいはい、これでうわ大丈夫ですか、お腹とか下しそう、大丈夫大丈夫、この50分間だけ耐えられればいいんでしょう。あーありがとうございます、あ、ありがとうありがとう藤野ママさんからお酒の差し入れ、ナミさんが、ナミさんがね、そして氷結を、今なんで買いに行ってるかというと、コンビニに氷を買いに行ってるんですね。これのりこマネさんが以前言ってくっせこれやばいよ、嘘、これ臭すぎる、俺感じないんだけど、やばい、やっぱり自分で感じないんだねまあだからこれ俺と坂友はリアクションなしということですね。今ヤカベトイレ行ってるから4分ぐらいに来る、あ、今からあとちょいで来る、あと1分後ぐらいに来るということなんで、なるほど、じゃあもう坂友こっち座ってようかで、来たらもうすぐに実際大鍋つねの質問とかオープニングたり来てるんで、これ前半にやって後半で巻き返しということで、こっからじゃあもう来ると、はい、はい、来ましたかね、来てる、いやさあ臭い、あだじゃあ皆さんも、リアクションを楽しみながらはいはい、はい、ですね、いや久しぶりに来ますね、久々ですね、っていうかやばい、俺ゲップ出ちゃう、こんな炭酸とか飲んじゃったら。でもダメです、ゲップは坂友の役割ですごい出ちゃう、ちょっと一回リハーサルで聞こえるね、聞こえる、臭いなってなんすか、臭いなってなんすか、くっせーし痛いしこれ入った瞬間だもういやもうこれはね、でもだから、うん、昨日餃子食べたって言い張ってくださいまあ今日王将で餃子定食行ったって、うん、ああ言い張りましょう、さっきまで臭くなかったけど、うん、たまたまミンティア2つ持ってたじゃないですか、だからそれのために買ったって言い張ってもできるしね、ミンティア切れたみたいな、そう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 、うん、そうしよう、さあそろそろ、あ、来ました、じゃあもう呼び込んじゃって、どうぞどうぞ入っちゃってください。あ、つっかえてる、どうした、さあ来ました、じゃあ安楽まず先座っちゃおう、安楽座っちゃおう、はい、おさあ、ありがとうございます。それでは、あ、あ、映っちゃう、映っちゃう、大事なゲストだから、残念ながら、お待たせしました、喋んなかったよそれでは何ヶ月ぶりこんな構えるんですか、みんな3ヶ月ぶりの登場、いや、
この方ですよ。ドドンドンドドン。あ、誰だ誰だ誰だ。あなた誰ですか。アルバーク。あ、そうそう、あ、そうそう、名前聞いた。そうそう、おい、忘れたの。おい、さあさあさあ、忘れたの。いや、忘れた。じゃあもう準備しながらね。確かにね。いやあ、すいません、来ましたよ、本当に。その間にオープニングのタイミングだったりとかしますんで、もう矢上に聞きたいことが山ほどある。あ、山ほど来てます。あるある、ありがとう。リスナーさんからも来てますから。はい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 。いや、これ開けてる。え、こんなこんな最初にやってますね。これこの時間ありましたっけ。これ急遽だから。あ、急遽。あ、ダメ。ごめんね、俺がちょっと出すの遅かったんだよ。事前にいつもやってるから。じゃあこれやりながらオープニングお便り読ませていただきます。はい、玉すじネームのりこのりのりさん。はい、こんばんは。こんばんは。お、すごい、めっちゃ入ってる。なんとか間に合ったので玉すじが見えました。ちょっとこれバンです、ね、あ、あ、そう、坂友です。前回のお便りですね。前回覚えてますか。あの、リマイン君を知らないって話をしてたの。おお、リマイン君、俺以外知らなかった。あ、リマイン君、僕は、ね、だから調べました、あれ。あ、知らなかったの。知らない、僕知らなくて、だから知らないんだ。なんかノリかと思って、なんかやっぱ知らないよね。玉筋のノリかなと思って。あ、グループラインに入れたやつね。でもなんか誰も反応しないから。そうそう、あれ便利なやつ。知らなかった。調べて、あ、そんな機能があったんだ。で、そう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 、友達登録しました、僕も。そういう回がありまして。なるほど。前回見れましたと。はいはい。悪い魔法使いに引き裂かれた安楽さんと大鍋常さんが会えるのですね。これは健在ですね、相変わらず。あれ勇者様と、ガタオカ勇者様と、はい、一昔前の少年漫画のヒロイン坂友さんが悪い魔法使いの呪いを解いてくれたのですね。うん、嬉しい限りです。多いね。で、あのリマイン君の件に関しまして、のりこのりのさんも知らないだろうみたいなこと言ったじゃないですか。あ、言ってた。あ、失礼だろうって言って、はい、それに対する言葉、はい、私は LINE やってません。面白い。面白い。LINE もやってないんだから。めちゃくちゃなんかレベル上がってるじゃん。あ、じゃあ、あ、ありがとうございます。じゃあ炭酸やろうも。はい。じゃあ、はい、これのりこのりのさんからいただいて。ああ、ありがとうございます。すみません、本当に。ありがとうございます。はい。じゃあ、お帰りなさい。はい。あのシャツで飾る。アルバーク。お疲れ様です。いやー、素晴らしい。いや、最高ですね、本当に。いやー、ありがとうございます、本当に。三ヶ月ぶりとは思えないね。いや、そうですね、うん、本当に盛り上がっていきましょう。もう楽屋で十分喋って。いやいや、確かに。いや、じゃあじゃあ、入り時間早いですよ、お前。ああ、そうだ。ああ、夏忘れた。やだわ、この感じ。ああ、綺麗だったのに。でも今。ガタオカやられたけど、俺は全然大丈夫だった今。いや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 、俺の方に来た。うん、ガタオカはやられてたけど、はい、俺は大丈夫。いやいやいや、なんでそれ、そういう感じでしたよ。そういう感じをなんで改めて言ったんですか。改めて言わなくて大丈夫ですよ、ね、なんか嬉しいね。嬉しいですね、本当に。なんかこの光景、ね、後ろから見てもなんかいいもんですよ、なんか。あ、確かに、確かにね。フォーメーションこそね、違えど、うん、それ何か下げてんの、首から。いや、本当に、いや、本当、これクレームですよ、本当に。いやいや、このいや、僕久々で、うん、もうこの正規メンバーじゃないからっていうことで、はい、あのこれをつけてくださいと。はいはい、あの誰から。スタッフさんから。スタッフさんから。あの部外者パスっていう。おい。いや、こんなんできたんすか。しかも、しかも、あ、はい、部外者パス。いや、言い過ぎじゃない、この。いや、ゲストパスとかでいいのに。危ないから。いや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 、部外者は部外者ですよ。いやいや、その本当に仲間外れ感がすごいから。あー、いやあー、もう違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 う。いやー、よかった、健在だね。健在ですね、確かに、確かに。いや、久々に喋りますから、僕も。こんな大声で人前でこんな大声で喋らないから。だってそもそもILBBACKやったのがもうほんと今年初ぐらいの。今年初ですよ、ほんとに。あ、そっか、え、今年初めて来てんの。あ、そうです、そもそもアズーリが僕も、そう、バイト先とかでやってない。やるか。いやいや、やばいでしょ。近所とか。いや、そいつがやばいから。僕にILBBACKを振るやつが。いないのか。おらんでしょ、名前間違えて。専属池に、専属池にいるわけないですから。専属池懐かしいな。あ、そう、それもね、まだ住所変わったのかどうかとか、そういうのが。質問コーナーがあります。 あるんですね、うん、あ、楽しみ。オープニングあたりもう一個、はいはい、玉筋ネーム植物パイセン、はい、コウスケさん、達也さん、コウヘイさん。おいおい、コウヘイさんの時にこそゲップしました。僕の名前のとこもさ、お前、おい、こいつ、おい、新メンバー。いや、その、僕、あの、アーカイブ全部見てるんですよ。うんうんうん、
いやマジ邪魔しかしてないやずっとで、ね、そうなの、変なとこで全部見てんだって。でも代わりなんだから、そう、そう、そう、多いしょ、多いとかも言わない、その、その治安もそうだから、その治安がめっちゃ悪くなってるんですよ、これ言いたくて。なんで今怒ってんの、何に対して怒ってんの。いやそのコウスケさん、タツヤさん、コウヒさん、ゲブって言ったよ。その僕の飲んでるから我慢できたでしょ、ちょっとは。出せない、何出すん。いやでも頑張ってるよ、頑張ってる方が、頑張ってるよ、坂田もめっちゃ頑張ってる。いや、忘れて、ええちょっと結束弱いんすか、まだめっちゃ頑張ってる。結束弱い、名前出てこっち来てない。結束めっちゃ弱いよ、めっちゃ頑張ってるよ。なんかすごく、はい、いや俺はいいよ、僕はしょうがないかもしれないけど。いやでもめっちゃ あなたが会わないうちにこうなってる。おじいちゃんになりすぎません。3ヶ月受けすぎですって。ヤカベがいないから甘やかされちゃって。いやいやいや確かに、いやそうそう、甘やかせてるんですよ、そんな。そうね、やっぱもう下ネタがやっぱ今まで警察官がしっかりしてたんで、僕として。そうそう、取り締まりがない、はい、その変わった警官がもうポンコツすぎて何も注意しない。でもどう、ヤカベの代わりにできてる感覚はある。あるかーい。ないやろ多分。いやでもマジで本当に坂友も、坂友も呂律も待ってない、坂友もめっちゃなんか坂友なりのカラーがいいね、うん、あーまあ確かに、確かに、確かに、なってきてるから、うん、変わった、いや確かに、うん、自信はある、はい。何有名、あーすごい、はい、ちゃんと見てきましたから、はい、ちゃんともう今日見ましたから、そのアーカイブ、知らないノリが生まれてないように、はいはい、めちゃくちゃ。でも全然できなかった、アンナ君は全然できなかった。ああ、あの俺はでも、あ、そうですね、あのしばらくその日はそうですね、はい、見ました。あと俺そう、あんま寝なくなったの気づいた。あ、見ました、そう、一番喋ってる、ね、いやけどやばい時、あの3回ありましたよ、3週、うん、その眠そうで、あの殺しすぎてる時、あ、もう相変わらず眠そうな、やっぱ。まあでも寝なくなっただけ成長よ。いやいや、あんま、いや、基礎が弱いから、基礎がもうめちゃくちゃ飲んでるやん。今日はもうその今日はその特等席みたいな感じで、バーカウンターみたいな。読みますよ、はい。コウスケさん、タチヤさん、小林さん、健吾さん、ともゆきさん、はい、スタッフの皆さん、スポンサーの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう、ごきげんよう。前回の放送は見逃しました、今回も今回もリアルタイムで見られるかわからないので、アーカイブを楽しみにしておきます。あ、そうなんだ、大鍋つねさん、スペシャル回期待しております。あ、オッケー、ということお願いしますね、はい、ということで、忙しいんだね、あ、確かにそうですね、テストが終わってないからね、なんか新学期に向けてみたいなのあるんですかね、うん、その、うんうん、ずっと3年ぐらいテストやってますから、ね、いや、まだやってるんですか。僕が辞めた時もやってましたよ、忙しいんだよ、まだやってる、まだやってる、常にあんの、めっちゃ頭悪いかもしれない、常に何かしらの試練はあんねん、あ、人間ってものは、あ、そういう意味だよ、揶揄なんですね、歌たちということで、はい、もう時間あれなんですけど、はい、質問がたくさん来てますので、おー、そうだ、そこに本腰入れて、いや、めちゃくちゃ嬉しいですよ、本当に、はい、お願いします、この番組は有限会社吉田組さんと、はい、K&K チクロさんの提供でお送りしております、はいはい、それでは CM ご覧ください、どうぞ。これが出てるんですよ、ずっと。ワン、ツー、スリー、フォー、曜日を考えよう、分別大事だよ、よく考えよう、お前もゴミだよ、ブー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 、あ、そうですか、だって前回200ぐらいでしょ、前回180、ゴミのことなら吉田組、まだわかんないよね。さあ、ここから見始めた方も、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、なんとですね、はい、そういえば言わせた、前回、はい、玉筋の視聴者数がバグみたいなことが起きて、はい、あ、前回古川さんとひなちゃんいなかったでしょ、あ、そうだ、うん、あの男性スタッフ2人のひなちゃんと、はいはいはい、うん、それで前回183、すごっ、リアルタイム、でもそれ知らなかったからので今日どんぐらい見てるかを今見れますか、うん、いや確かに、いやちょっと待って、累計196で、今日僕の会長が告知してくれたんで、告知しました、うんうん、大鍋つねですか、大鍋つね襲来スペシャルで何人になってるか、100、200、ね、いやいや、まあ、その誰か分かんないじゃん、未知のやつですか、大鍋つねって名前の、うん、確かに確かに、はい、どっかの生き物だと思ってね、そうですね、確かに196までいったのか、全然出ました出ました、17、おー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 めちゃくちゃ少ないじゃないかい、17、17、え、17人
平均してなんか20ぐらいいってましたよね、そもそも。少なくても20とかでしたよね。スタートがだって50いくつ、うん、先週はね、70だった。先週はね、えその先々週があの、うん、サインプレゼント会やって、そうそうそう、はい、やば、まあ、マックス30ぐらいで、うん、えやばまあこっから伸びるでしょ、前回も伸びてったし、あ、うん、前回最初は良かったんですか、最初70ぐらい前回、まあ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 伸びますね、はい、50、70で140いくつとかになって183までいった、はいはいはい、なるほどで累計196、はい、今日17、おいマジでマジであの謝らなきゃいけないことが83人に来るって言ってたから、まあそうですよね、そう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 、うん、それは実際そうだから、ね、いやまず誰やお前とかもなく、もうなく、まあもしかしたら分かんない、うん、冒頭に聞かせた、はいはい、大鍋つで何者なんだろうで、あはいはい、来た瞬間に減った感じだ。ああ、まあ確かに。いや確かに、あのでも CM のやつが出てるわけじゃないですか。ああ、あの人だ。どんなやつなのかみたいなのも。これまあまあ逆にね、はい、残ってくれてる人たちはもう。いや確かに。リリースなんだ。17頼みますよ本当に。質問も10通ぐらい来てます。あ、じゃあほぼほぼの人が。そうそうそう。そうだよ。大鍋つなぎ質問。よっしゃー。ついに来たね。来ましたね。キョウキョウに質問。はい。ジュリアスに質問。はい、大鍋つに質問。うわ。いいね。そこに。確かに。これやっぱりね、はい、みんな気になってますからね。あ結構だって競技とかも結構いい質問でしたよね。なんかこう確かにね、なんかジュリアスがやっぱちゃんと野球のこととか聞いて、そう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 、意外ちゃんとしましたもんね。化粧品のこととかも聞かれてたし、はい、あ確かにそっか、うん、何使ってますかみたいなありましたもんね。結構やっぱりね、あるかもよ、あるかも、商品か。でもアーノルド・シュワルツェネッガーさん、ありまーす。え、ちょっと、え、これ全員参加だったんですか。え、全員参加、楽しそうだいや楽しいですけど、いい、はい、これはやっぱり、読んでいきたいと思います。卒業生みたいな、はい、玉筋ネーム、はい、サシマルムさん、おお、お久しぶりです。皆さんこんばんは。こんばんは。おおえちょっと、えちょっと、よくないですよ、サシマルさんにもよくないです。いやいや、飲まんでいいやん。じゃなんで頑張って、なんで頑張って飲むんですか。飲まんでできるやん。その飲まんっていうプロを、その喉乾いても飲まないっていう。でも居眠りもバレないようならいいって言ったじゃん。はいはい、ゲップもバレないよ。いやバレてるバレてるバレてる。めちゃくちゃしてるやん。ちょっとタイミングがずれちゃってんのか。うん、いや、喋ってる時やってから。みんなで喋ってる時だから、ね。喋ってる。入りバック時の時ね。そうそうそう、とかやったら。いやちょっと。飲みたいから。大鍋つねさん、はい、お帰りなさい。ありがとうございます。うん、お仕事はどうですか、慣れましたかというか。あ、慣れましたか。これお仕事今ちなみに。今はもう普通に清掃員を。バイトのバイト、アルバイトバイトです。どこの？五反田のラブホテルの。ラブホ？はい。ちょっと一回やりたくて、僕ちょっと五反田映像がラブホの裏側知りたくて。おお。まあ一ヶ月だけですけど、3月で終わりますけど。あ、そうなんだ。なんか知れた？はい。なんか知れた？いやー、もう。どう？もうすごい業界だなって思いました、本当に。あ、特に、はい、ここで具体的に言うことじゃないけど。ここで言うべきではない気がします。打ち上げでは、はい、打ち上げでちゃんと言います。今後は今後。今後、うん、あ今後は、はい、おにぎり屋さんを。そうなんです、はい、さっき学園ちょっと聞いたんですけど、はい、まあ言っちゃいましたからね、この地元の先輩と一緒に立ち上げからスタートする、うん、そうです、2人で最初に、ね、じゃあ会社を作るってことだよね。会社どうなるかわかんないですけど、もともとその方は会社持ってるんで、もともとやってるから、やってる、はい、あそういうことなんだ。新事業、地元でお漬物屋さんやってるんで。じゃ別に副社長とか社長新しくなるか なるわけじゃないんだ。そこに入るか、でも全然わかんない、そこら辺は。2人しかいない従業員。そうです、僕とその人たち。小野寺副社長最初は、まあ、そういうことなんだ、ね、スタートは、はい、玉筋のスポンサー決まりました。早いです。早いやん。いやいやいや、これはだってね、いやわかんない、どんどん売ってかなきゃ。おにぎりちょっとどこでやってるんですけど、神奈川県の座間市で。神奈川県座間市お店は、はい、というところでやって、はいはいはい、店では食べれる。いや店テイクアウトのみなの。テイクアウト一応の今のところはですね、まだ全然、まだ。あ、じゃあもう買いに行かなきゃいけないの。まあ、買いに行くか、まあ、あと運ぶことも業者とかには今後運んでいくなっていう。注文入ったら、はい、おにぎり会社員の分。あ、そうそうそう、もうご投稿ね。毎週月曜夜10時、はいはい、トリゴアズリーフームに4つお願いします。おいなんで4つな、ザマから。いや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 、遠いや。あとスタッフさんのも買ってあげてくださいよ。6個。いやいやいや、嘘いらんでしょ。カップラーメンもつけて。なんで、いやそれ買いなさい。汁物もつけて。いやつけるからじゃないんですよ。これこう、じゃあまた次来た時発表するということでいいですか、場所とか。その、ああ、まあそうですね、宣伝した方がいいんだから。あ、確かにそうですね。そしてそれは今後は、え、そうだな、ザマの方に。じゃあ、はい、居住は、あ、居住もそうですし、だから引っ越すのに。へー、そうなのか。そうです、あのだから皆さんの知ってるあの家はもう、あ、じゃあ今後もあの家に荷物送っても送っても違う人だけ持ってしまう。はい、なるほどね。いつまで住むの、あそこに。
僕早くて5月に引っ越すんで。あら、お本当にもう。はい。じゃあ引っ越すタイミングでまたゲスト来ます。いやいやいや、じゃあ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 、あの、危ないから言わなきゃ。じゃあ、ヤゴーから言われるやん。その、あのお店じゃなくて、僕ん家に来るやん、その。いやいや、ヤゴーなんか。いや、マジでザマンまで来たら、絶対僕ん家来るやん。だって、紙に書くわけじゃないじゃん、どっかに書くわけでもないんだから。え、何ですか？住所とかを書くことなんかないじゃん、ここに来て。いや、あった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 、その部外者パス部外者書くときに、うん、オツはみたいなやつで誓約書書かされるよ。えオツはみたいなやつ。何の誓約書？その多分部外者入局、そうそう、入局なんとかみたいな、こうは近畿こうはとか以下こうとするみたいなやつ。ガチなやつね。オツとこうで、はい、令和6年からまでちゃんと誓約書書いて、僕のお父さんの緊急連絡先も書きましたからなんか悪さするの。いやいや、めちゃくちゃ厳しくて、前のセキュリティがそれめっちゃ部外者なんですよ。めっちゃ部外者だし危ないからね、そういうことあるかもしれない。だからもう僕の実家もの電話番号バレましたから、今スタッフさんとアズリにバレて、アズリにバレましたから実家もバレましたから、甲の住所がね、甲の住所がマジで、はい、続いて、はい、玉水の植物焙煎、うん、元相方の島田さんとはまだ連絡取ったりしていますか、うん、ああでも最近は来てないですけどね、最近は。そうなんだ。あのさ、終わった頃はあの今組んでるユニットさん、はいはいはい、連動スミス、うん、ちゃんとデコボコ箱、そうなんか、うん、とかあのだ他と組む人、うん、また別の人とかユニットでね、うん、とかが来ましたけど、ネタとかを、うん、最近は来てないですね。でもあ、じゃあもう飽きた。あ、そう、僕に飽きた、うん、僕が飽きられました。なるほどね、完全に。まあでも別に今後もたまには会うぐらいの感じ、うんうん、あ、まあそうですね。でもまあ気には今なってますよ、もちろんその活躍。あ、確かにね。それこそ今安楽さんと同じサンミュージック受けてるってさっき聞いたんで、はあ、はい、そうなんだ。頑張ってほしいですね。頑張っていただきたい。玉筋ネーム、ゆうせいさん。ゆうせいさん、こんばんは。こんばんは。記念すべき愛の手、もう愛の手やこんばんはゲップこんばんはって言ったらあの僕の ID バックみたいにこんばんはって言ったらゲップするみたいになってるやん気をつけて、気をつけて、記念すべき、坂とも気をつけないとね、うん、記念すべき大鍋常さんゲストとして、はい、I'll be back ならぬ、はい、カムバック、けど発表された翌日に、うん、サインいただいた藤原選手が膝の怪我で開幕絶望、うん、そうなんですね、まあ、言い方悪いけどな、うん、大鍋常さん、いろいろ持ってますね。いや、まあ、確かにね。質問、今はどこのパラッツにお住まいですか。いやいや、神池台な神池台しかないやろ、パラッツは多分、だからザマのパラッツ、いやいやいや、僕パラッツを行きたいわけじゃないんですよ。あ、そうですか、はい、違います。ないのか、あのライオンズマンションみたいなどこにでもあるの。そう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 、いやいやいや、パラッツはないですから。でも響き的にザマッツォ、そのザマッツォ、パラッツォと合体させてそのテアとパイナップルが住むとかも決まってんの。いや、まだ本当物件もまだ決まってない。物件も決まってない。内覧も行ってないんで。ああ、なるほどね。そこでもやっぱりトイレは使わない。いやでも今回別にしようと思ってます。あ、トイレは別にすれば使うの。めちゃくちゃ安いんですよ、やっぱザマ。そうかそうか、はい、めちゃくちゃ安いです。東京じゃないし、はい、だ車社会なんで意外と。あ、車もじゃ買うかもしれない。いや、車でもまあ、ね、いずれもしかしたら、いいですね、はい、いや、ローンで寝て、いや、その夢を持たせてくださいえ、ここの連携が悪いよ知らないよ、勝手にやったんだから今。いや、何で、何で、ローンでねって言って、おい、ローンでねって言って、おいっていうそのボケかなと思ったら、リアルなやつ。リアルな、今のはさすがにアーノンシャツネック。あ、今いや、違う、うるさいやろか。僕あの、僕あの分かったんですよ、あの視聴者になって、あのこのイヤホン聞くと、あのうわーってやるから、急になんかあの、やっと客観的に見るとね、客観的に見ると、だから今のマジでよくない。めちゃくちゃ、ガタオカが、うん、すごい言ってる。え、ちょっと待って。でも彼の教育はすごいよ。そうそうそう。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。やったかおい、何が、何が、おい、え、怖、間違い探しか、何、怖い怖い怖い、いやいや、やったけってね、やった怖い、やったけって何よ、やった突然、やったけやられた、俺やられてる今、やったけ、間違い探しみたいなことしてる今、何よ何秒で当てれるかけのやつ、懐かしいの記憶がない、記憶がない、記憶が、名前よく記憶がない、確かにゲップもおかしいぞ、ゲップめっちゃするんだ、謎に謎にゲップをする違う、何してんの、ちょっと汗かいてる、いつもデコに書いとるけん、ないよ、ないか、集中してください来てますから、お便り、玉筋ネーム、のりこのりのさん、
玉筋ファミリーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようでもね、挨拶してあれだもん。大鍋つねさん、安楽さんへの愛の言葉をどうぞ。あ、いいね。これはね、欲しいですね。愛してるよ。わからん、いろいろ考えて。言わないで3年間乗り切った。気持ち悪い。何自分で言ったいやちょっと、勘が鈍くなってます。勘がだいぶ、勘、ね、がちょっと内部鈍くなってます。ありがとうございます。はいはい、ダイヤマ P。おー、ダイヤマ P。玉筋皆さん、こんばんみ。まみ。これはもうマストなんですね。大鍋つね、お帰りなさい。はい、3月13、目黒のスタグ屋のパブリックビューイング参加させていただき、盛り上がりましたね。ジャイアンツが大逆転で V、はい、グータッチ、お疲れ様でした。大鍋つねさん、質問です、はい。私はキャプテン渡辺さんの神の馬券術書籍を熟読して勉強中です。はいはい、競馬下手すぎて JRA 上納金納めております。わら。うん、大鍋つねさん、最近は大好きな競馬、手応えありますか？今週の高松宮記念間近なので、うん、大鍋つねさん、アドバイスお願いしまくりチョコ。ちなみに、おすすめのスポーツ新聞等を何を参考されておりますか？はい、I'll be back！ お前が言うんかい。というわけですけども、お願いします。スポーツ新聞ですか？はい、まあ、トースポさんでいいんじゃないですか？もうベタにね。トースポさんを買ってれば大丈夫だと思います。あるこの大ビのお便りはどうですか？あ、できないと思います。非常にお酒を、うん、僕のお酒の飲み干しちゃうかと思いました。どういう意味？いやもう暇すぎて読まれてる間がちょっと長いなと思って暇すぎて。あ、そうね。トースポ。トースポ、トースポ、トースポ、ぜひ。はい、おめでとうございます。サマスネーム復活パンダ。ああ、どうぞ。大鍋先生、質問。はい。セキセイインコと食パンどっちが好きですか？理由も教えてください。ということで、セキセイインコか食パン。セキセイインコで。理由は、食べれるからです。おい、いやそうなんだって。いやそうなんだじゃないよ。でも俺は食パンなんか食べれる。いや俺は食パン食べれる。そう、うん、そう逆に言ったっていう。逆に言ったっていう。いやあんまりそう、いや宗教の違いとか。じゃ宗教の違いじゃ、その鳥しか食べないとかじゃなくて、その違う。腕も落ちてなくて。違う。おい、腕はそっか。最後ですね。そっか。確かに実力は一緒かも。玉筋ネーム、スーパーストロングボッキマシン。ああ、出た、出たよ。大鍋先生、質問。はい。さあ、これサクサクと答えてくださいね。サクサクと答えて。この字は何と読みますか？芸人らしい答えをお願いします。めんくーありがとうございます。ちょっと、いつも一目になってんのこれ。続きまして、玉筋ネーム専門の君になってる、ちんぽこなめだるまさん。いや、誰、大鍋つね。はい、続きまして、おい誰ですか？あ、これミスかな。ちんぽこなめだるま。あ、はい、あ、そういうことか。大鍋つね、質問。はい、直して、岸田内閣の裏金問題についてどう言及するでしょうか？キモいって、湖言った後キモいやろ。30秒で簡潔にまとめて。お願いします。いや、僕は、ね、はい、そこら辺知らないのでね、まあね、みんな投票に行って。そう、おにぎり屋としてはどう、ね、おにぎり屋としてはやっぱ昆布とかに僕は力入れていきたいですね、本当にね。裏金もピュイ。ありがとうございます。よくない。僕まだ見てますか？玉水でミッシーさんね。はいはいはい。大鍋さんに質問、はい、S ですか M ですか？シンプル。Z です。すごいね、 S か M か。すごいじゃん、すごいですね。玉筋ネーム、パラッツォ神池内202の住人。お前あいつか、あんな人が送るわけないやろ。アナルナメ太郎さん。え、違うよ。201ですよね。隣の人だ。202の住人。いや送るわけないから、あの人が。あと今多分夜勤行ってるから今。あ、知りません。五反田のファミマで本当たまたまでやってる。あ、働いてんだ。働いてるから。五反田のファミマ。今夜勤行ってるから多分大丈夫。駅前のファミマだ。大鍋つね、質問。チンコを吹きながらデリヘル嬢に説教した後、その後のお姉ちゃんとの関係はどうなりましたか？いや芸人らしい答えでお願いします。なんでそんな、なんで毎回芸人らしい答えが来る。違うんですよ、僕も。ということでお願いします。芸人じゃないの？そんなに質問。おい、そうなんでした。何でした？チンコ吹くで、チンコ吹くで。俺のこと言えないよ。本当だよ、もう。チンコを吹きながらデリヘル嬢に説教したでしょ？いや、してないよだけ。まずそれが違うからね。その後のお姉ちゃんとの関係はどうなったか。いや、関係がないから、まずやってないから。そう、芸人らしく答えてほしいってこと。三回しました、どうなった？あ、ということで。じゃあ、分かった。これ
玉筋よく分かった、うん、あのツッコミが誰もいなかったその新年明けてから新年明けてから僕がずっとやってたところがこの警察が違う警察が変わって困ってんのよこっちもそのもうメキシコみたいになってるから本当に違うのなんかすごいの出た今さあということで以上がオーダー別で質問でしたありがとうございました本当によかったよかったなんかお便りとか来てますか今日はリアルタイムお便りは来てあ、来てるおあじゃあそれもじゃあ CM を上げにしましょうか そうね、はい、それでは、CM ご覧くださいどうぞこのロナンのロ気になるロが来ております、うん、玉筋ネームスーパーストロングウォッキーはいはいはいなんだヤカベまだ生きてたのかいや当たり前やおいおい、玉筋ネームユウセイさん部外者パス間違いではないですねといや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 辛辣すぎませんそのそれ生きてたのか間違いないですね部外者その当たったかくないんやけどえ狂気とかこんなんでした狂気こうですよ狂気こんな生きてたのかとか言われてましたまだ、うんそうだよということで、はいはいはい、後半企画やっていきましょう、はい、いくつ気づけるかな大鍋常に仕掛けた10個の間違いがよっしゃよっしゃよっしゃ来たぞほらほらなほらな素晴らしいですほら素晴らしいです、うん、でもいやでもちょっとまだちょっと2個しか言ってないよじゃあ、そうです、8個あるのかと実は、今日大鍋さんが来ると知りまして、うんはい、事前に打ち合わせをしまして、うん、なるほど、合計10個レベル1からレベル10までの、うん、ドッキリを仕掛けました、うん、なるほど、まあ、ここで今答えがねここにあるんでこれ見ながらちょっとあ分かったやつを消していくっていうちなみにこれはドッキリじゃないですこれドッキリじゃないと言います、はいはいはい、先にお酒買いに行かされたでしょ行かされました行かされましたその間に最初の3分で視聴者に説明しましたああもうそっから始まったんですか、うん、そうあ遅れてくるのもじゃオールドパー出すのもあの時間にオールドパー出すのはやられてるあえてあの時間に出してじゃあ買おうって言ってやられてるまんまと僕も行きますって言って、まあまあ、僕の修正的に、ね、めっちゃ早く戻ろうとするんですよお前はだから僕が一生懸命おつまみとかなるほどねなるほど探してそうなんかもうだってダラダラしてたその後弁当とか見出して弁当まだ早いいや違う違ういや早い弁当もうめっちゃ腹減ってるなと思ってそうそうでやっと時間稼いでレジに行ったのにヤカベはそのタイミングで僕ちょっとトイレ行ってきますよお前が稼がなくてよかったんだよお前がいやいや尿意がねやっぱ本番前尿意がちょっとさあということで、はいはい、レベル1から簡単なやつから10まで、はいはい、なるほどなるほどあだからか3回ミスったら、うんデコピンいや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 もっと厳しいやつ言ってた実際に実際のおにぎり届けるかどう、うんあ、3回間違えたら3回間違えたら絶対おにぎりだお買い屋さんから4つのおにぎり、うん、あ、なるほどなるほどねだからおにぎり、うかつに言えない、うかつに言えませんあ、そういうことねだからレベル1はあれですよ、楽屋ですよね今回の楽屋もう一回じゃあ、はい、楽屋の便所に、うん、楽屋が便所だった僕の楽屋があれはどうなんでしょうあれはだから1でしょ、だから正解よしトイレに大鍋常様の張り紙、はい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 、これ、レベル1ですね、まあ、これ1レベル1ですが、ねまあまあまあ、いや早いよ、はい、俺らがさそうあのここにスタジオ入りする前にさ一、はい、人で来てさ、はい、おーいでさ突っ込んだでしょ LINE もう LINE グループで来ちゃってだからもう総出で総出で総出でやってるやんと思って事前に連絡してこれやっといてほしいマジでユッキーなやんと思ってねだから、レベル1レベル1ですねじゃあ今もうやっぱ3つ引こうかなまあ別にお手つきも…あ、なにえ分かった分かった分かったお、3つ見つけた、だからあと今4つ見つけましたえおぉすごいマジでじゃあ自信あるやつから全然いっちゃうまずこの、もう地方なるほど、地方つまり名前が出てこない、ボケる、なんかするね老いが住んでるみたいな正解よしレベル5
これ5、金しんのすけメンバーの名前が出ない出ない、まあ、ちょアーカイブ見てたからねちょっと やりすぎたかな、うん、あだから急にこんな飛ぶわけない、あそう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 、そっか徐々にやっとかなきゃね、徐々にそうですね、こんなわけで僕見てましたからちゃんと、そうだねそれよかった、はい、それ救われた、まあ、まあまあまああとはまあねさっきも言ったけどそのキモゲップですね、キモゲップキモゲップ、はい、正解よし、おレベル4、まあ、次までだ一時あります。坂友の挨拶の返事がゲップ。はい、あ、挨拶。おい、おい、いいよ。終わったんやから。終わったんやから。くっそいな。ということで今三つノンストップで、はい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 、もう一個、はい、はい。もう一個。がここが激臭入った時入った時激臭で、ここの中、ここが中がビビった。待って、じゃあ何臭い？ガーリック。的なやつ、なるほど、激臭い、開けてなんかええと思って、楽屋が楽屋ガーリック臭い、放送室が、うん、まあよしとしましょう、ああするか、これはまあ、まあ、まあ、本当はちょっと惜しい、惜しいんだけどね、正解は、はい、レベル3ですね、これ3、これが3か、はい、あれしんのすけの口がニンニク臭いあってことで本番前にこれああでもこのもう部屋でしたそうなっちゃった、はい、今でもそう日の見たけどあでも日の見これ、あでもこっから分かんなかった、ちょっとフーフーできます、ちょっと近づい慣れてきてるだけでしょ、はーで絶対やばいよ、あでも楽屋の臭かったね、そうだね、そうだね、もう多分楽屋のがめっちゃ臭かった、結構丸飲みしてますから、最初いやそうっすよね、いやだから誰も突っ込まないからこのいっぱい飲んでこっち向いてゲップいっぱいしてたんだけど実は、あ本当ですか、あだからどういう僕のリクルいやそうだからあのラウンジ富士が一個前の番組が、ね、そういうことやってたんですよ、料理そう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 、だからその下手に言えないなと思って、はいそうそうね、やってたら分かんないから、確かに確かに、じゃあ4つ言ってますね、うわこれじいや1個ミスれるんですよね、すごいね、でも1個ミスれるんですよね、すごい、気づけそう、1個ある、1個なんか違和感ある、違和感ある、あれさんがめちゃくちゃ青年隊みたいなことしてる、なるほどね、なんか具体的にはあと、これめくるし、はいはいはい、あとなんかめちゃくちゃお酒作ってくる、ああなるほど、なるほど、いやいいのか、そんな別せんでいいのに、立場が逆転、なんかそんな変化してる、なんかそんななんかのその、残念で優しさ優しさ優しさ、俺の元々の性格だろそんなせんやんせなかった、元々の性格ここにいるからだろ、席順もあるしね、席順、席順ね、あの誰がやるべきだこれ、まあ、本来誰がやるべき、これはみんなというかあれだね、安楽と、うん、もうオイラになるなぜ、あ、一人称がオイラやこれは楽屋でやってなんかそのこれはね、ちょっとね、うん、まあそうなんだけど、うん、あまりにも一回しか言ってない、うん、そうそうそう楽屋のノリとかと思ったそうそうそうもうちょいやんないとさすがに分かんないゲップしかしないからいやなんかもうすごく突っ込まれたからちょっともういや弱すぎるってメンタルなるほどね、もう印象攻めていかないとこれはしゃあないね、もうでも楽屋からやってるんですよ全部楽屋どころじゃないです、え楽屋どころじゃない、これヒントしちゃいますけど今日だけでもないっていうか、うん、ちょっと待ってくれよ、まあ、いや坂友の一人称オイラはちょっともうこっちの、はい不備なんだ、なるほど、レベル6 レベル6あともう一個ね、本人が仕掛けなかった、2個しか言ってないよ、もう一個ね、坂友にまつわることで、うん、これはさすがに気づきようがないっていうのが、ちょっとマジでえもう失格やんね、それなんか来てる仕掛けお便りとか、あでもなんか持ってきてほしいね、そうだね、え持ってきてほしい、えちょっと待って、えちなみにそのもう一回もやってないですかその違和感、ボールペン1本借りてもいいですか、ボールペンを、ボールペン1本、うん、え違和感は1個しか、あそのやってないですか今のやつ、いや、やったんだけど、これはさすがにやったんだけど、あ、ありがとう、あ、は？ありがとう、うん、は？ありがとう、なに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 、これはもうヒント出たんでこれ、これ以上はやりません、え？逆にちょっと待って、逆に今の逆にか、ね、手込んでる下手してら、え？なになに手込んでます、怖い怖い、どういう違和感は確か1個あったわ、あったの、何でかい違和感、おお言っていいよ、これ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 よ、あ今それくるつまり、あ確かに、つまりはこんなものは非常に存在しない正解これや、アズーリ
で書かされた誓約書が2000本。ふざけんなよ。ざけんなよ。なんか楽屋に書いてある。いや、もう通りで僕の名前何個書くっていうぐらい。誓約書の画像って誓約書の方出せますか？あれ楽屋で書いたのがこれね。そう、そう、めっちゃバカなやつ書いたいなと思ったぐらい。これ私矢壁公平以下こうとするは、トリガーゼリフ以下おつとするに入局制あたり以下の制約認めることに違いますので、うん、なのにその都度こうに名前が書いてある。そうそうそう、マジマジバカやなと。こうって言ってカッコでこうって人にまたこうは社長僕違う、あのそのある 3つあるから、うん、なんかその石田さんとかの名前かなと思って、うん、あの代表者の名前、あ、なるほどね、とか思ったけど、あ、これこうはこう、そう、こうは俺やと思って私以下こうやんなと思って読み直して。これはだ誰に持ってこられたの？古川さん。古川さん？そう、だからもうスタッフさんに持ってこられたら。そうそうそう。もう事前に言って印刷しといてもらって。いや、じゃあ事前にしすぎでしょ。全然一人で書いたの？一人書きました。もう俺が来た時には書き終わった。いや、いや、確かにどこであんま取り込んだと思ったの。あんま取り込んけん。まだ学園に置いてあるんじゃないこれ。もう回収して。回収回収。その代わりこのパズムだった。そうそうそう。これと引き換えそうだね。いや、確かに。ありますよ、あるある、もうちょい高く、あ、よかった、あるね、あるね、めっちゃ書いてるやん、ちゃんと、あ、本当だ、これはじゃあもうずっと唯一の紙なんで、あれトリガーズレフムで唯一ある紙、こんなの書いてきてないんで、これもか、じゃあ、いや、どうりだ、変わったかと思って、システム、これはさ、誰が、これ僕が今日持ってきて書いてもらおうと思ったんですよ、俺が字書いたらバレちゃうから、なるほど、あ、確かに、字、したら先に来ちゃってたから、タバコ吸いくときに、なるほどなるほどなるほど、そうそうそう、あー、なるほどね、だから見なきゃ早かったんや、だからこんな早く来ると思ってない、僕毎回早かったから、嬉しそうにアップルパイ5個持って7個持って、そうだよ、そうそう、みんなの分とスタッフさんの分と間違えて自分の分7個アップルパイ、僕も買っちゃってね、さあ残り何個、今だから、坂友さん1個あるでしょ、マイナスが、トイレ楽屋でしょ、でレベル2がまだ出てなくて、レベル2が出てないの、口がニンニク臭い、レベル4ゲップ、レベル5メンバーの名前が出ない、レベル6坂田の一人のオイラ、レベル7が出てません、8も出てません、9が誓約書が偽物、 あ、はい、あと3つかな、だから、うん、ちょっと待って、2が出てないの、よあと4つか、坂田さんのやつは出れるなんですか、あのその 6オイラ、オイラで出してない、その禁断の1個、これ88か、8って何だ、にはね、あのもうね、やってはいるんだけど、これをそれ、これをそのドッキリとまで捉えてないかもしれない、あ、もう、日常、違和感でしょうね、違和感、違和感、違和感というか、さっき騒いでたよ、え、ねえ、おかしいだろうみたいな、おかしいだろ、騒いでた、うん、でもう一回やったらバレちゃうんで、もうこれ以上で、え、それ、え、レベル2、レベル57、いやいや、じゃ出す本にも、え、それもう今現在進行形のものはゼロ、現在進行形のものは、あの、まあ現在進行形という意味ではあと2ぐらいあるけど、はいはいはい、目に見えてはないです、うん、目に見えてないのか、目に見えてないものもあります、うわ、むずっ、じゃあ、はい、一回古川さん、あの、確かに、なんか、あ、これでいいか、じゃあちょっと紙を、なるほどね、はい、ヒントとかもね、もしかしたらリスナーさんがくれたりするかも、なるほど、うん、そっかそっか、先週これ買ってた、 ありがとう、ありがとうございます。はいはいはい。はい、ありがとうございます。しのさん、たまわりさんですか。たまわりさん、はい。ごめんなさい、また読んじゃった。久しぶりに見れて元気そうで何よりです。うん、あ、彼女はできましたか。あ、できてないな。まだできてない。なるほど。じゃあこれ、あ、ちょ、あ、違うかな。いやいや、あ、でもあと2回ありますもんね。ミス。あ、大丈夫。あと2回までいけますから。はいはいはい。はい、どうぞ。そんなコメント来てないやつがあった。お便り中に？お便り中に。誰かがなりすましでってこと。なりすましで、はい。だったらどれ？確かにどれが怪しかった。え、まだやってんですか？これは違います。リアル違う。何を？リアル余計やばい。ゲーム性もしませんと。リアル余計や。お便りの中に。勃起マシーン、うん、の、うん、が、うん、アメリカンジャーガル出してこない。残念。残念。アメリカンジャーガルずっと言ってたから。確かにそう。今日は言ってない。でも言ってないね。すごいなそれ。確かにそうですが。僕は見てますから。全部リスナーです。全部、ああ、そっかい。そればっかりは。残念。全部ね。うん、
ということで2位お手つきです、ね、やばいあ、でももう一個あったんですよ、思い返してみて、おいや違和感1個ありました、はい、まず今日局に来ます、来ました、はい、楽屋行った楽屋でも、まあ、うん、まあ、あっちの楽屋は別に普通だもんね、あいつもと違う楽屋だったのがたまたま、たまたま、トイレの張り紙ありますあります、ふざけんな、何が違う、他に何か違うことある、怖い、お共同作業、おうわ、共同作業、これたまたま、お、どうした、どうした、はい、はい、うわ、でも水が、ほ、紙コップの水が、うん、水の横の紙コップ、それやつけの、うん、うわ、いや、嘘で、うん、水、そう、紙コップ実はあったのに、紙コップあったのに、罰にしたのは、張り紙当たったね、張り紙、はい、なんて書いてあった、100円ペットボトルかかりますと、うん、うんうん、で、水のコップはないです、今回、うん、いつも飲んでるのに売り切れます、うわ、どれ、いいの、いや、いや、やめとく、やめ、ファイナルアンサー、いいのね、いや、これは どれだろう、これレベルでなんだろう、ファイナルアンサー、レベルだったらどれだろう、今もあるコツのコップが、いや、でもスタッフ共同もあるからな、待って、多いよ、スタッフ共同が、ファイナルアンサー、こっちまでやられたらわからんでも誓約書とか、いいですか、そうやって時間的にも行きましょうか、うん、紙、あれ違和感だって、うん、あんなあったもん、いっぱい今まで紙コップあったのに、うん、今日に限ってめちゃめちゃあった、コップ売り切れました、うん、やった、欲しい人は1個100円でって書いてある、貼ってある、貼ってある、残念おいおい、ちゃんと補充しとけよ、ちゃんと補充しとけよ、バカバカちゃんと補充しとけよ、あー、本当にないです、本当にないです、本当にすいませんでした、俺もびっくり、俺もびっくり、なんで本当に今回あ、初、いやだって、そうですね、先々週飲んでましたからね、花粉症、毎週飲んで、毎週飲んでるね、ということで、残り4分答え合わせに行きましょう、じゃあこれ言っていいですか、もう行きましょう、いいよ、ポンポ言っていいよ、ミンティアと、あの、フリスク2個、うん、辛いやつ、味、同じ味がミンティアとフリスク2個ある、気持ち悪い、たまたまおい、いいだろ別に、いや、甘いのとしょっぱいのないけど、いいだろ別に、どっちもスースーするやつって、これじゃあもうレベル2はね、多分見逃してるだけ、見逃しないと全然さっき突っ込んでた、ドッキリっぽくもない、だってさ、はい、いつもだったらさ、はい、アーノルド・シュワルツェネッガーはさ、あー、バイバーイ頑張る、バイトして忘れてこれですねなるほど、全員がアイルビーバックを習得している、僕を祝福してくれたわけじゃないですね、違います、あ、喜びって言って、やり方がね、ということで、これはまあまあしゃあない、あ、まあ、どうせドッキリとかな、喜びかと思ってました、こっからだね、だからこれはちょっとショック、毎週見てくれてんだったら、毎週見てますよ、ある違和感に気づいてほしい、画面にも映ってる、画面上に映ってます、あったーうわー、そんなブーしてるわけないやん、正解ブーメーカーが2000円増えてるこれは結構、いやでも、じゃあ1回クレーム、これ、はい、いや、うん、いやだって間違えてる時ずっとあるやん、そのなんかビャーとかなったりして、ね、いやでも3000だから、ね、3000だよね、中身がいた時1000いくつだったの、そうせんですね、それは気づいてほしい、 うわ確かに、うわ本当や、本当1000ですから、さあ残り2つなんですけど、うん、1個は目に見えて、あ、来た来た、あ、コメント、コメント来ました、コメント、これね大ヒントなんで、ちゃんと見ててください、見て、これやり取りがね結構ヒントになる、ちゃんと見ててください、え、ちょっとじゃあさ、坂田もこっち立ってさ、うん、カメラにも見えるように、確かに、うん、しゃがんでもらっていいですか、うん、じゃあごめんなさい、こちらに坂田もいるんで、ちょっとこれをね、はい、あ、もうちょっと上かな、もうちょっと、はい、もうちょっと前かな、古川さんが、うん、はいはいはい、あ、ありがとう、ありがとう、はいはいはい、うん、ありがとう、はい、ありがとうございます、はあ、来ました、スーパーソングボッキマシンさん、ヤカベ来週もゲスト決定、いやいやいや失敗、え、おにぎりを4つ、いやいやいや、まだ開票しないから、え、はいはいはい、はい、え、古川さんと坂友さんがなんかできてるみたいなことしてる、はい、どこに気づいた、それは渡すときにすごいスケベを、あ、スケベ、下心がありすぎてキモすぎる、あ、じゃあ坂友がね、え、え、お、違うんだよな、あ、目に見えた、ちょっと手振って、え、古川さん、はいはいはい、坂友手振って、坂友坂本さん、いや誰見ればいい、誰見ればいい、いや、まだ、いや、古川さん、コウグル見て、コウグル見て、はい、手振って、手振って、はい、坂友手振って、はい、コウグル見て、もう一回、もう一回、はい、手振って、はい、こっち見て、こっち見て、はい、だなるほどね、正解はおそろみさんが、おそろみのむいさんがブレスレットつけている、うわこれ確かにレベル10、これレベル 8? 8で9が制約書が偽物、あーなるほど、これやりすぎてバレちゃったけど、そして最後レベル10なんですけども、なるほどね、ちなみにこれも引っかかるかなと思ったんだけど、先週の視聴者数、
183人、はいはいはい、これはガチ。ほうそう、これ引っかかんなかった、ね、はい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 、確かに。はい、17も嘘、17は本当。じゃあもう残念ながらこれ残り30秒ですか、じゃあもう1分前ということなんで、最後レベル10の発表だけして終わりましょう。これは僕の口からじゃなく当事者の口から、当事者の口、発表していただけたらと思います。それではレベル10の仕掛け人の方、レベル10の発表お願いします。あさって20日のスケベ合コン架空です。おーい。なるほど、めっちゃいいよ。あーやられた。そんな個人的 AV に出てる看護師との合コンあります。そんな合コンないんだよ。なんで誘ったの、なんで誘ったっけ。ちょっとエロビデオに出たことがあるよ。そう、それはなんか今日さっき知って、エスカレーターでガチっぽく言ってもらって、でも約束自体はもう何日か前からもう、そうで、そうで、僕ちょっと遅れますって言おうとしてました。そんな合コンありません。残念残念で、じゃあみんなで飲み行きましょう。じゃあいや俺ら入ってないから。いやおい、悲しい。安楽だけ入ってないから。ああ、ということで、やら、ね、ゲスト会ありがとうございます。そっか、そういうことか。これ結構長期的にやってくれてたんですね。そうですね、これはだから、いやいやいや、次回5月頃ですか。だからおにぎり屋さん決定した頃に。いやいや、もう疑いから入るから。マジで LINE とかも。じゃあ最後一言皆さんに何かあれば。ねえよバカ。以上。ちょっと悪態ついてまくり。今夜のゲストはアーノルド・シュワルツェネッガーさんでした。ありがとう。すごいな。手込んでますね今回。いやー、よかったね。やられたわ。そっか、違和感だわ。